強調するような内容で変更しているものが多いとして、国が定めることを決めたことで反発が強まっています。こうした状況を受け、韓国の日本大使館ではデモや集会には近づかないよう注意を呼びかけています。海外安全情報でした。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.910MHz、 東南アジア向けの 11.665MHz 以上の周波数でお伝えします。繰り返します。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.910MHz、東南アジア向けの 11.665MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。7時になりました。 NHK 今朝のニュース、ヤシケンゴです。横山明子です。フランスのパリで起きた同時テロ事件の首謀者とみられるモロッコ系ベルギー人の男の死亡が19日に確認されました。フランスのカズヌーブ内相は、事件前にはこの男の動向を把握していなかったことを認めた上で、20日に開かれる緊急の EU 内相会議でテロの予防のため各国に連携強化を求める考えを示しました。